ぱりあの立ち食いそばの良さはつゆの美味しさだと思うんです。醤油の効いたしょっ辛いおつゆがやっぱり立ち食いそばのいいところだと思います。本橋隆です。職業は、フリーランスで編集とライターをやっています。会社員からフリーランスになっていろいろなところに取材に出かけるようになったんですが、時間が不規則でですね、お昼を食べられない時が多かったんですよ。中途半端な時間にもやっていて素早く食べられる立ち食いそばをよく食べるようになって、その美味しさに目覚めていった感じです。同じように見えてもやっぱりどこもちょっとずつ違うんですよね。その辺の違いの面白さを、もっとみんなに知ってもらえたらなと思いました。電子タバコに変えたのは1年半ほど前です。お酒を飲みに行った時とか、人のタバコの煙がやっぱりちょっと気になってましたね。やっぱり美味しい店を紹介してそれを読んでくれた人が食べたいとか行ってみたいとか、そういうのは嬉しいですね。じゃあまた連絡しますんで。どうも。ごちそうさまです。どうも。ありがとうございます。